どうも皆さん、こんにちは。ワームリンクスめっちゃドローしてガヤクリュウです。さあ本日なんですが、皆さんライディング、知らないデュエル、違う間違えたライディングデュエル GP はね、楽しんでいただけておりますでしょうか。私イベントが今来てまして、ライディングデュエルができると。あ、このライディングデュエルの新しいバイクでね、ギガント L っていうあのスピードセルアースバウンドっていう、あのこのスキルが使えるバイクが追加されましてですね、これ使って今日はねデュエルしていきます。あのイベント限定的ですね。これ結構楽しいんですよ。これ自爆心バイクで、これ完全にあの満足さんのね、自分のフィールドゾーンにフィールド魔法がないときに闇を発動しますよ。でスピードカウンターを5個以上消費すると闇の代わりに自爆地上絵を発動できますよと。これ自爆地上絵を発動できるから、これ自爆地上絵ってそのなんか自爆心がいるとあの対象にならなかったりとか、自爆地上絵のちょっと説明なんか忘れなかったらちょっと左側に出しとくわ。こういったカードなんですが、この自爆地上絵を、まあ、出せるからこれを使って自爆心をね、出していこうっていう、そういうスキルに、スキルっていうか、まあ、そういうデッキになっておりますと。で、使うのはこの我、あ、ちょ、うるさい、ちょ、筋肉がうるさい。で、この我のこのデッキ、これね、これ、ドローセンス自爆心を採用した自爆心サンドラっていうね、画期的な、デッキで今日は戦っていきたいと思います。フィールド魔法ないじゃないですか、このデッキ。なんで自爆心普通に出したら死ぬんですけど、まあ、AX スキルで出せるんで、フィールド魔法はいつでも。だから好きな時にフィールド魔法は供給できて、で、さらにコカパックアップとか、アスラスティスキをアドバンス召喚しながらサンドラの効果使えるんで、サンドラってアドバンス召喚デッキと結構相性いいんですよ。なんで、まあ、こういったね、デッキギミックとなっておりますよと。で、ですね、普通にシンクロギミックも入れて、黄金室から初動でね、動けるようにしておりますと。まあ、これがやっぱ、あの、召喚源使わずに、こう、モンスターを展開するための、あの、サンダードラゴンの、まあ、相棒みたいな感じなんで、まあ、リミット2なんで、援軍とかとは一緒にね、あの、併用できたりはしないんですけども、まあ、これ1枚でね、動き出したりできるんで強いですよと。で、ライデンが、お帰りなさい。リミットね、帰ってきたんで、ライデン流サンダードラゴンもガン積みできますっていう、これ嬉しいですね。黄金質からの雷電からの雷鳥ができる、できたりとか、黄金質からの雷獣からの雷電特殊で雷電をアドバンスとかできたりするんで、ね、結構ね、面白い。でね、やっぱ自爆心がなんだかんだやっぱかっこよくて強いじゃないですか。僕好きなんですよね、このモンスター。フィールド魔法がないと死ぬんだけど、フィールド魔法があれば、死なないと。で、相手はこのカードを攻撃対象にできずに、しかもこっちは一方的に直接攻撃できると。まあ、すごい強いじゃないですか。だから、このモンスターたちを使って、今日はね、ライディング知らぬイベル、イベント、もしくはライディング陣ナビイベントと、言われている、現状のその、イベント、クソイベントと言われているこのクソイベントに終止符を打っていきたい。俺はこのイベント結構、好きですね。まあ、ちょっと相手の使うデッキはあんま好きじゃないってことが多いけど、なんだかんだ、その EX スキルが楽しいから結構俺はこのイベント楽しんでやってる方だと思っている。が、皆様どうでしょうか。はい、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ライディングデュエル。アクセラレーション、いや、このいやイベント自体は対人戦なんでそんな面白くないですけど、そのこのライディングデュエルっていうシステムだけはめちゃくちゃおもろいわ。で、ここを助獣により、これはこうですね。これね、やっぱ EX スキルってこのバイクのスキルめちゃくちゃ面白くて、新しく追加されたなんかギガントエルだっけ、なんだっけ、あのバイク、あの桐生京介が乗ってるバイク、あれがね、めちゃくちゃいいんだよね。自爆心にとってはね。で、雷鳥竜サンダードラゴンの効果によって、雷獣竜を特殊召喚。これさ、でもさ、もうさ、正直さ、攻撃用時でもいいよな、別に。これ召喚獣が飛んできたらやばいから、多分ね、もうね、赤いキスでいないからね、攻撃用時出してもいいと思うんだよな、多分俺、これ。多分だけどね。なんかゼロにこう守備表示出す必要あんまないのかもしれないわ。ちょっとこれこの辺のちょっとプリングよくわかんないけど、多分もうこれ攻撃表示出してもいい時代なんじゃないかなっていうのはちょっと思ってる。あー、オッケー、セットオッケー。知らぬい、これライディング知らないかな、このデッキはライディング知らないですかと。はあ、はあ、なるほど。一回グローアップバルブどうですか。グローアップバルブはこれは無理ですか。これブラロしますけど、私ブラックローズでもしますけど、あ、無理ね、オッケー、それは無理。じゃあ殴るしかないんじゃない。じゃあ殴る。でもさ、これさ、召喚獣が飛んできたらやばいんだけど、これ召喚獣が飛んできたら本当ブロックまであるんだけど、殴っていいよね、別に殴ってもいい、殴ってもいい。一旦これ何、フォーチュンレディ全然違ったわ、全然違った、フォーチュンレディね、なるほど。ライディングしないじゃないじゃん、やるな君、ちゃんとした敵使ってんじゃん、
ちゃんと車力っていうか、まあ知らないもちゃんと車力来たんだけど、なんかさ、そのライディング知らないめっちゃ飛んでくるからさ、結構辛いんだよね。先行レベル上昇ライディングホームラン神飛んでくるからさ、まあ勝てねえっていうね。まあ勝てねえっていうね、そういうのありますね。さあフォーチュンビジョンを発動して、フォーチュンレディカード、フォーチュンカードだっけ、フォーチュンレディカードを持ってくる。さあフォーチュンレディカード、フォーチュンレディコーリングか、なんかチューナー的なやつか。さあどうする。さあルカちゃん考えております。とりあえずですね、このね、和田が副長の一回踏まないといけないのめんどくさいね。サンドドラゴンはその底なしとかデモンズチェーンとか一回その踏みに行かないといけないんですよね、その罠を。まあちょっとコズミックサイクルとか入ってないんでね。あ、ウィンディオッケー、ウィンディなんだ。でも確かにタイムパッセージじゃないからな。はいはい、ウィンディね。タイムパッセージじゃないってことはこれシンクロ、これ無理じゃないか。あ、結集か。あ、なるほど、結集。はい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 。でフォーチュンレディ、でもこれ7にできんのか、7にできるか。これコーリンがあんのか、コーリンがあんのか。スピード、スペル、アクセラレーション発動。さあこれで2枚ドローして1枚してる。なるほどね、これ強いよね。このね、このスキルめっちゃ強いと思うわ。この EX スキル2枚ドローしてワンステップ、これやってること、まあほとんどその天使の男子みたいな感じあるんで、うわ強え、やべ、4、5、6、7、8、8か。でも言うて8か。でそれ2ドロー OK、 2ドローは全然 OK。 4、5、6、7、8だね。8シンクロ、あのレベル加工とかあるのかな。レベル加工、レベル加工、レベル上昇系、これスキルなんだろう。それはいいんだ。4、5、6、7、8、今のところは8しかできないけどね、見た目的には。スクラップドラゴンとかですか。あ、8ですか。はいはい、なるほど。これスクラップかな。あ、スクラップ OK、 スクラップは別にそんな問題ない、そんなに問題なくて、ね、別にそれ効果で破壊されるのもそんなに問題はなくて、でスクラップドラゴンの効果で、これはビジョンかな。あ、 OK、 ビジョン破壊してどれを破壊するんだ。あ、それか。はあ、はあははあ、OK。 じゃあライジュル効果発動して殴られないように一応雷電流だけちょっと特殊感しておきましょうか。でもこれちょうどいいね、これちょうどいいわ。これドローセンス自爆心発動するわ。で大声してあるからこれ自爆心持ってきスキル発動して、あ、これいけんじゃねえか。ちょっと待ってくれ、バトルフェイズいいよ、バトルフェイズはいい。で雷電流殴れないでしょ。 OK、 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 これはだから通してもいいよね、別に通してよくて。で2000、違う、1100だからこれで1100ダメージ食らった。で雷歩行効果、狼効果で回収する。はい、でだ、こっからよ、俺様の時代はこっから、まあ、雷電流が入ってくるからそれもいい。でスキル、普通のシンプルなスキルを発動していく、シンプルなスキル、ドローセンス自爆心を発動。さあドローセンス自爆心によってデッキから自爆心モンスターを1体ドローすることができる。そしてさらに俺様はこれはどっちから行くんだ、どっちから行くべきだ。これはちょっと慎重に考えろ、慎重に考えていけ。これは先にまず自爆地上絵は発動した方がいいな。自爆地上絵は発動する、待って、そうだね、だから一回これ先に黄金室から行っといた方が、あ、でも取り前にあんのか、これむずいな。黄金室から行くか、黄金室から行って雷獣竜まだいるから雷獣竜からの雷電だな、雷獣からの雷電だ、雷獣場外からの雷電でサーチ入れよう。雷獣からので、雷電効果、雷獣じゃなくて雷獣効果で雷電持ってきて、で雷電とグローアップバルブはアドバンスして墓地送ろう。はい、でスキルを発動していこう、しっかりと。さあしっかりめにスキルを発動していく。スピードスペル、アースバウンド、アースバウンドによってスピードカウントを5個以上消費し自爆地上絵を発動。さらにネタのモンスターをリリース、現れろ自爆心効果パックアップ、人々の魂を生贄に捧げるぜ。そして雷電流の効果を発動、雷電流の効果によってデッキよりサンダードラゴンモンスターを手札に加えることができる。そして墓地の光属性、闇属性の魂をこのゲームから除外す、現れろこいつでいい、雷合流サンダードラゴン。そして雷鳥の効果を発動しない、さらに墓地のグローアップバレムの効果を発動、
グローブバルブの効果によってデッキトップを一枚墓地に送り、自身を墓地より特殊召喚。そしてレベル8雷合流サンダードラゴンに、レベル1グローアップバルブをチューニング。大地を揺るがす灼熱の誤報がどうのこうの、伊勢谷雄介をシンクロ召喚。そしてドラッグオン伊勢谷雄介のモンスター効果を発動するがよろしいか。自分清掃 OK、 よしもらった、いいだろう。ドラッグオン伊勢谷雄介の効果を発動、葉っぱを除外し貴様のフィールドのスクラップドラゴンを破壊。そして手札より雷鳥竜サンダードラゴンの効果、雷合竜サンダードラゴンを特殊召喚。これがライディングガチャピンデッキの実力だ。くらえ、やべ、ライディングデュエルめっちゃおもろい。さあお相手の、お、ち、来た、我 vs 我じゃん。ライディングデュエルアクセラレーション我 vs 我来た。さあ筋肉対決だぞ。デュエルにデュエルマッスルは必要だ。デュエルマッスルは必要なんだ。私、バンダイ製の、デュエルディスク持ってるんですけども、デュエルディスクめちゃくちゃ重いんでしょうね、あれ。だから、まあ、皆さんもね、ぜひね、デュエルディスクをちょっと、一回持ってみていただきたい。すげえ重くて、あれね、デュエルマッスルやっぱ必要だなってなるから、弱っ。それは弱いな。それ弱いけど、俺もまあ、そんな強くない。まあ、クリボール2枚はさすがに強いか。で、黄金質効果、黄金質効果発動で、こうでいいですね。でこれはこうで、雷電効果で雷獣持ってくる。で雷獣効果回収していく。で鳥効果、鳥効果獣、獣、あーでもこれちょっと間違えたか、これ2体出す。まあでもワンキルできんから関係ねえか。ワンキルできないから関係ない。ワンキルできんから関係ないな。あんまり。これアドバンス召喚する必要あるか。一応あるか。だってライゴール出せねえもんな。で、除外除外ですね。結構割と強引に2体展開しますけども、はい。こうよ。で、スキル発動する必要ない。バトルフェイズ。で、ライゴールでバシコンぶっ壊していく。で、ライゴールサンドラゴンの効果発動。封印の黄金椅子をゲームが始まるし、トリップ。B を回収。そして1600の大作を食らえ。よし、クリボール2個あるからいけんじゃねえかな。さすがに多分キルは取れないと思うんですよね、おそらく。まあ雷合流とかを破壊されるとは思うんです、普通に。さあどうする、レクス・ゴドウィン選手。さあちょっと困っております。さあ、おドローフェーズ固まりきた。地下鉄ですか、地下鉄デュエルですか、地下鉄ライディングデュエルですかこれ。はさあ手から4枚、これシムーンきつい。旋風はいい、旋風からのシムーンきつい。あーでもそれはそんなに強くない、そこはそんなに強くはないが、うーん、ゲイル、ゲイルサーチ、まあいいですね、ゲイルサーチはいいですね。そこまで強くない。まあシムーン引かれなければ多分なんとかなる、ギリギリ多分耐えてると思う。ゼピロスオッケー、ゼピもいい。であ、そっちもそうなの、はいはいはい、なるほどね。それで400ダメージ、あと800、あと800、あと800か。いや結構頑張ってると思うけど、いやいい、それは、え、これ知らないから大丈夫です。さすがに、さすがにクリーボール2枚は知らない。ゲールいい、もうゲールもいい、それもいい。で千鳥とか出してくんね、雷キルとかじゃなくて千鳥、もう打点で、打点超え。あいやー、これきついか、ネクロバレーきついか。待て、ネクロバレーきついな、ネクロバレーきついな、ちょ、ネクロバレーきついな。まあでも言うてこれ持ってくるのはもう雷獣流しかあんまもうないんだよな。雷獣流しかなくて、いやー辛すぎる。ガンメタカード飛んできたー、やばいこと起きたー、負けそうこれでもこれ守るしかないんじゃない、これ守るしかない、これ守るしかないでしょ、これ後回しとかできないかもしれないもんね。これは守るしかない、クリボール OK で、なんかちょっとだけ打点上がる、全く意味ない打点上がりきた。でこれ俺何引けばいいんだ、これ自爆資金とか引かねえかな、これ自爆資金引いたら勝てるよね、クリボール。
じゃあ自爆心引け、自爆心引け、自爆心引け、自爆心引け。最強のデュエリストのデュエルは全て必然。ドロー、ドローカードさえもデュエリストが想像する。え、これさ、これ道を戻してた方がいいか。ライ、不意の黄金室だけは戻しといた方が良くて、まあ、でもデッキ厚くする分には別にいいから、これだけ戻して、これはデッキの一番下だね。で、これでワンチャン、これデッキトップでしょ。俺の右手が光ってなる、お前を倒せと。ああ、いけんじゃないか。これで、雷鳥竜サンダードラゴンで除外ゾーンから呼んでくればいいかな。除外ゾーンから呼んでくる、なんかちょっとだけ上がる。で、スキル発動していく。さあ、スピードスペル、アースバウンドを発動、自爆地上絵を発動し、そして俺は2体のモンスターの魂をリリースし、現れろ自爆神アスラピスク。そして雷獣竜サンダードラゴンの効果も発動。これはもう何でもいい。さあ、クリボールは持ってんのか。クリボールはあるんだろうな。バトルフェイズ食らえった。よーし、遊戯王デュエルリングさ、ドッジボールだっつったろ。ボールぐらい持ってこい。さあ、お相手の方、いやー、外役ゲスザキゲスコっぽいよこれ。あー、ゲスザキゲスコだ、ゲスザキゲスコ。久しぶりに見たわそのスキル。あ、デュエルスタンバイってめちゃくちゃ懐かしいやんけ。すげえ、めちゃくちゃ懐かしい。なんかで飛んできたけども、一回これは雷電流使う、雷電流使う。ですね、これはどうしましょうかね。あ、でも取りないのか。ちょっと取りないの、ちょっと若干の面倒くささあんな。取りないと、取りか雷郷どっちかはないとね、雷郷竜は出せないんですけどね、基本的に。だからまあこれしょうがないね、こうするしかないや。で、雷獣竜効果で雷電竜効果、やっぱね、取りは結構重要ですね。取りか、まあ、雷郷かどっちかあれば、多分こういう反応の時って雷郷竜とあの雷獣竜ととかって、まあ、3体ぐらい並べられるんですけど、これはもうこうするしかないんですよ多分。で、こうしてで、雷獣出すしかないですね。いやー、これ三国石ちょっとめんどくさいけど、めっちゃ殴りますか。シンプルに殴りに行きましょう。で、これなんですか。さあ、何デッキですかこれは。何のデッキですか。いやー、来た、出ました、史上最強デッキ史上最強デッキ来た。クソめんどいこれ、ちょっとやめてよ。もう7枚しかないんで俺。やばい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 、耐えろ。やばいか、やばいか、やばいか。サンクセはさすがに強化して、まあ、そういうの入ってるよね、そういうの入ってる、そういうの入ってる、知ってた。それはいい、ちょっとやめて。ああ、それやめて、それやめて、それやめて。6枚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 やばくない ?6 枚やばくない ?6 枚は6枚やばい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 、もうもうやめて。あ、でもこいつ自爆特攻したら終わりか。おい、ちょ、やめてよ、やめて。だーっ、おー